どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。どうでしたか皆さん、オープニング、私オープニングを変更いたしました。ぜひともですね、感想とかね、ちょっとコメント欄にいただけると嬉しいです。ということで今回はタウンホール9、皆さんハイブリッドやってますか？ハイブリッドでですね、今話題となっている、ちょっと話題というかホットですね、今、タウンホール9のハイブリッドで5レ1ラバ4が非常にですね熱いということについて今回語っていきたいと思います。早速リプレイを見ていきましょう。はい、今回ですね、矢野さんという方のリプレイでございます。早速見ていきましょう。まずはですね、編成見てもらえば分かるんですけども、ラバ4ですね。はい、そして援軍にはゴーレムレベル5が入っているということでございます。さあ、そして少量のウィザードで、サイドカット、そしてアーチャークイーンとかもサイドカットしに行くんですけど、見てください、これ。はい、これですね、結構今ですね非常に良かったですね。バーバリアンキングをですね焦って先に出してしまうと、バーバリアンキングがウィザードとかのターゲットになっていてすぐ死んでしまうってことがもしあった場合、今回のゴーレムが1体しかいないという編成において、バーバリアンキング死ぬというのは相当でかいので、そこはしっかりとですね、その最初にライトニングで処理してうまいですね。さあ、そして、ラバハウンドをですね、周りの対空爆弾とかを吸収しつつ、バルーンがですね、対空爆弾とかに合わないようにうまーくね、こうラバハウンドによって対空爆弾を吸収しながらラバハウンドを出していきます。さあ、そして今回は、時計回りに、ユニットを流し込んでいくんですけれども、皆さん重要となるのがですね、ここら辺のバルーン部隊が死んでしまったら今回は星0、星1になってしまいます。なのでしっかりとですね、このラバハウンドとバルーンを乗せていく、時計回りに乗せていくってことが大事ですね。ハイブリッドで結構そのね、こっちの面は普通にもう面で、ラバハウンド出して、面でバルーン出して、こっちもラバハウンド出して、面でバルーン出してっていう方いるんですよ。それでもまあ星3取れるっちゃ取れるんですよね。ですけれども、このように回していくことによって確実にもう、バルーンとですね、ラバハウンドの軌道をどんどん作ってあげるということで、本当に星3が安定してくるかなと思いますね。ポイントですね、一つの。そしてラバハウンドがですね、うまくいきすぎてるんですよね。ここでホーミング対クジラが出てきてくれたので、まあその結構ね、パピーの量が増えてくれたので、まあ時間も普通に安心して見てられる時間ですよね。はい、ということで今回2本目見ていきましょう。はい、またしても矢野さんのリプレイですけど、同じクラン対戦なんですよね。もう矢野さんはね、ゴエモンジャパン屈指の、ハイブリッドプレイヤーだと言っても過言ではないですね。はい、そして、先ほどのようにゴーレムを援軍でやっていきました。ここでですね、やっぱゴーレムレベル5ってことが重要かもしれませんね。やはりそのタウンホール10からもらったり、あとはそのクランレベル5でやっぱそのもらうことが重要かなと思います。そして、今回はですね、バルーンが出てますね。ちょっとサイドカットにしっかりと出しています。さあ、ここでライトニングでですね、ネクロマンサーを処理したいところなんですけれども、ここで2発目ということで右に落ちるということで、しっかりとネクロマンサー処理されています。あのですね、やっぱ人間の心理的にアーチャーとかがたくさんいるところにライトニングを落としたくなるんですけれども、こういう場面においてしっかりと、ネクロマンサーがいるところに落とすっていうのが非常に重要です。ここでですね、また対空爆弾を回収しながらですね、バルーンを進めていきます。今回もこのように時計回りで出していくという感じですね。今回はそうですね、やっぱりラバハウンドがこう向かってくれるんですよね。やはり最初の出したバルーン部隊っていうのが死んでしまうと、もう星3は厳しいかなと思います。このように最初の方に出したバルーンがまだ生き残ってくれて、バルーンがこう言ってくれると、それ非常にでかいです。さあ、ここでですね、矢野さんうまいですね。しっかりとウィザードの方にターゲットをですね、向かせているんですけど、まあラバハウンドがねターゲットを取ってくれているので、まあ今回は別に、まあうまいですね。やっぱり最後にバルーンを 2体ぐらい残していくことは非常に重要です。なぜかと言いますと、ウィザードの塔が先ほどありましたけれども、ウィザードの塔のターゲットを取らせることによって、バルーンこのようにして固まっているのでね、あ、すみません、一瞬にしてね、こう落とされてしまうってことは本当あるので、私も結構見てきました。うおーって、あ、うん、なるほどねつって、リプレイこうね安心して見てたら、いきなり死んで、あれみたいな感じで本当あるんですよ。なので、今回はですね、矢野さんの2本のリプレイ本当にうまいですね。この2本のリプレイを見ていきました。まあ、今回のそのラバ4のハイブリッド重要なポイントっていうのは、やはり
しっかりとですね、ゴーレムとババキンとアーチャークイーンとウィザード、少量のウィザードでしっかりと倒す、ね、アーチャークイーンと対空砲1本ですね、ここが1本です、1本で大丈夫です。そしてやはりですね、ライトニングの精度が非常に重要となってくるかなと思います。ライトニングでもしネクロマンサーとか処理できないとですね、アーチャークイーンとバーバリアンキングがひたすらこうスギルトを殴って終わるっていうことで星1、星0になると思うので、ライトニングの精度が重要ということですね。そしてラバハウンドの対空爆弾を吸収しつつの、ラバハウンドの出し方ですね。やっぱりそのラバハウンド4体、ゴーレム1体入れてるということで、枠数が基本的に厳しくなってくるんですよ。なのでバルーンは死なせたくないんですよね。なのでしっかりと対空爆弾の吸収というのが大事になってくるかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。